雲膜下出血は脳を覆う3層の髄膜のうち2層目の雲膜と3層目の軟膜の間の空間雲膜下空に出血が生じ脳脊髄液中に血液が混入した状態を言う脳血管障害の8%を占め突然死の6.6%がこれに該当すると言われる50歳から60歳で後発し男性より女性が2倍多いとされている多くは 脳動脈瘤の破裂によるもので、その他に、脳動静脈規形、もやもや病、頭部外傷、脳腫瘍や脳動脈乖離の破裂によるものなどがある。内因性の蜘蛛膜下出血の多くを占める。脳動脈瘤は、動脈の一部くらいが膨らみ、その血管壁が脆弱となったものである。その種類により袋型と、詰型がある。脳動脈瘤を持つ人において、運動、 土石、興奮などによって脳への血圧が上昇すると、動脈流の一部が破れて、出血を起こす。出血自体は、ほんの数秒であるが、血液は、急速に、も膜下空全体に浸透し、頭蓋内圧更新症状や、髄膜刺激症状を起こす。また、脳を栄養すべき血流が出血へと流れてしまう、ことにより、一過性の脳拒血を起こす。 口述のハントヘス分類は、その拒絶の重篤度を表すものであるとも考えられる。意識消失は、ごく短時間の大きな拒絶によるものであり、心肺停止は、数秒以上の全脳拒絶によって、瞑想神経優位によるホラ停止と推定されるからで、ある。脳動静脈規定は、脳の動脈と静脈が、先天的に、シャントを形成している規定で、脆弱な静脈壁に、 大きな血圧がかかることから出血を起こしやすい。若年性の蜘蛛膜下出血では最も多い原因である。脳は脊髄液の中に浮いた状態で存在しており、脳全体の比重は脳脊髄液よりわずかに重い。このため頭部に衝撃を受けると脳は頭蓋内で力の作用点に対して寄る形で移動する。この時、作用点の反対側では、 脳と硬膜を結ぶ静脈が切れて出血する。喫煙、高血圧、アルコール単位で木などがリスク因子として存在する。覚醒遺伝性の病気であり、祖父母の代で発症したものがいる場合は発症する、確率が上がる。突然始まる、強い持続性の頭痛が主たる症状である。嘔吐を伴うこともある。頭痛は、金属バット、ハンマーで殴られたようななどと表現される。 少量の出血の場合は、頭痛はそれほど強くないことが多い。頭痛の発症は突然起こることが特徴である。この頭痛は数時間で消失することはなく、数日間持続する。その他の神経症状がないことも珍しくなく、脳内血腫を伴わなければ、変麻痺失語などの脳局所症状は見られない。なお、出血が高度であれば、 意識障害をきたし頭痛を訴えることはできない。神経症状として、髄膜刺激症状が認められることが多い。重症度の分類として、ハントとヘスの重症度分類を用いる。グレード5では呼吸停止や心停止をきたすこともある。これは、一過性の全脳拒血や頭蓋内圧の著名な更新を示唆しており、この場合の予後は、極めて悪い。 脳動脈瘤の破裂による蜘蛛膜下出血の場合は、部位によって代表的な神経症状が知られており、以下に、それをまとめる。ペンタゴンレベルでの CT 画像を模式化した絵。上が正常、下が蜘蛛膜下出血の場合、中心付近にある周囲の脳組織よりも、明るい影が結種である。頭部の CT において、蜘蛛膜下空に高吸収領域が見られる。 特に内炎性のものである場合は、ペンタゴンレベルで中心付近に高吸収領域が見られるが、外傷性のものでも見られることがある。また、頭痛が軽いなどのために CT を行わず、初心時に、風邪、高血圧、肩頭痛として見逃される例が、日本国内で5の8%程度あるとの調査も、なされている。最も有名な、蜘蛛膜下出血の CT 所見に、 ペンタゴンと言われる、暗状素への出血が知られているが、これは、頭蓋内内形動脈動脈流破裂の場合によく認められるもので、それ以外の動脈流破裂による雲膜下出血では、このような画像にはならない。また、破裂動脈流の30%ほどに、脳内出血を合併すると言われている。脳動脈流の後発部位としては全交通動脈。 中大脳動脈の最初の分子部、内形動脈第後交通動脈とされている。全交通動脈流では、前頭葉下内側及び透明中核に、ICPC では、側頭葉に、中大脳動脈流では外方及び側頭葉、全大脳動脈へ異部動脈流では、脳量から、体上界に、脳内血腫を形成する。高血圧性の脳内出血と、 明らかに分布が異なるほか、原則として近傍に、蜘蛛膜下出血を伴っている。アキュー性細菌精神内膜炎や重毛んなどでは、動脈瘤を合併し、蜘蛛膜下出血、脳内出血を合併することが知られている。以下に出血部位から責任動脈瘤を推定する方法をまとめる。シルビウス列における、重大脳動脈瘤の破裂においては、血腫が、 脳実質内まで達し、脳内出血と診断されることもあるが、この場合の臨床経過や治療は確かに、脳内出血と重なる要素もあり、一概に誤診とは言い切れない。MRI のフレアーシーケンスで撮影すると、CT と同等の検出率である。血腫が少量である場合、発症後時間が経過した症例においては CT よりも検出率が高いという報告もある。 今らも同時に撮影できるという利点もある。腰椎戦士により血液混入やキサンとクロミーを肉眼で認める。ただし、除脈や眼底乳頭負腫などの脳圧更新症状がある場合には腰椎戦士は脳ヘルニアを助長する恐れがあるため、近忌である。脳血管撮影で脳動脈瘤や脳動静脈規定を認める。血管を撮影する方法としては、 X 線で平面上に投視しながら、カテーテルで造影剤を流して撮影する、首動脈造影、椎骨動脈造影が最も感度、得意度が高い。その他の利点として、検査と同時に治療が行えるなどがあるが、欠点としては、侵襲度が大きくそれ自体が出血を弱気する恐れがあること、またコイリングや、側線術による異元性の脳梗塞などが挙げられる。 それ以外の方法では、いずれも造影剤を用いた、断層撮影で高解像度の CT により撮影する、立体血管撮影 CT と、MR 血管撮影があるが、感度、得意度ともに、血管造影には劣る。ただし血管造影は撮影終了までの時間が、3DCT やマラと比較して長いため、緊急を要する蜘蛛膜下出血では、血管造影は行われないことも多い。 再出血は脳動脈瘤破裂による蜘蛛膜下出血の約20%に起こり、特に発症後24時間以内が最も多い。再出血を起こすと予後不良である。ハントコズニックグレードで3以上の症例では、発症の数時間以上前に弱い頭痛を経験している患者が見られており、それ自体が最初の出血で受診時の出血は再出血である。 可能性も一部で指摘されている。外傷性の蜘蛛膜下出血では、再出血はほとんど起こらない。血腫の影響で脳の動脈が縮むことを脳血管連縮といい、発症後4日から14日の間に発現する。脳動脈流破裂による蜘蛛膜下出血の3から4割で起こり、出血を起こした血管以外の血管も連縮することから拒血となり、 高速に発展することもある。以上の要因により、血管連縮による高速は、通常の脳高速よりも重篤なものとなる。脳血管連縮の基準は次の通りである。脳血管連縮の診断は、経図外的など、プラー栄光によって行う。この時血流が通常よりも速くなっていれば、脳血管連縮が起き始めていることを表す。また、 完全に拘束が起きてしまった場合には、CT 以上大きな低級収域が認められることによって診断が確定する。脳血管連縮の危険性は、CT 以上の血腫の大きさと分布をフィッシャーグレードで表すことである程度予測できる。拘束まで至らない程度の血管連縮は、脳動脈瘤破裂による蜘蛛膜下出血のほぼ前例に見られるため、自発性脳拘束、 自発性脳高速性障害と呼んで区別することも提唱されている。発症によるストレス反応で急激に血圧が上昇し、心負荷と内分泌系の失調により排水種が起こる。また、心臓に異常がなくても T 波の因点が見られることがある。重症例では、クレアチンキノアゼメガバイトやトロポニン T の上昇も見られ、高負荷が心筋にダメージを与えていることを示唆する。 これが講じて多骨母型心筋症を起こし死に至る例も珍しくない脳浮腫により脳圧が更新すると死傷株及び脳下水体が機能不全に陥り下水体硬要から分泌されるバソプレシンなどのホルモンが減少することによって尿量が増加するこれは口述する三 h 治療法の妨げとなる形態により新生尿保障 氷尿ホルモン不適合分泌症候群、塩類喪失症候群の3種類がある。血中のヒトシン性ナトリウムリ尿ペプチドを測定することによって低ナトリウム血症の危険性をある程度予測することができると報告されている。正常圧水筒症は急性期を過ぎた晩期に見られ、生命予後にはあまり影響しないが、機能予後を低下させる。 蜘蛛膜下出血の予後決定要因は、再出血と脳血管伝縮、そして血腫や脳浮腫によって脳血流が妨げられることにある。この3つに焦点を絞った治療を行う。脳神経外科の専門病院に搬送し緊急に原因治療を行い、合併症の出現を防ぐ。一般に脳動脈瘤破裂による蜘蛛膜下出血が起こった場合の治療は重症度によって異なる。 重症度の分類としては、ハントとコンスニックの重症度分類が有名である。最初の24時間は、再出血の危険が極めて高いため、鎮静剤とはじめえ防止により血圧上昇を防ぐ。48時間以内に行うのが理想である。ただ、出血直後は、動脈瘤からの出血が止血していない可能性がある、ため、 最低でも発症から6時間経過した上で回答する。この手術で使用されるクリップは、死誕性のものが多い。鉄を使用しないのは、MRI が使用できなくなることを避けるためである。また、血管連縮を防ぐために同時に、血腫の除去も行われる。なお、未治療で発症から1週間程度経った場合は、手術を施行することで、血管連縮を発症させる可能性があるため、 血管連縮の可能性が少なくなる時期までは治療しない。造影下において動脈瘤内にプラチナ製のコイルを詰めて閉塞するコイル側線術、血管連縮に対する血管拡張薬の同治療法が行われる。近年治療成績が回答術を凌駕しつつあるが、脳血管疾患の救急搬送体制、集中治療体制の整備による要素もあり、 どちらの治療が適しているかは、専門医が判断しなければならない。血管連縮の予防、並びに、脳不腫の状態でも、動脈管流を維持するため、高血圧高循環血液量、血液希釈療法が行われる。具体的には、高ハリ湯液の大量投与、時にはアルギン酸やアルブミンの投与も行われる。高カロリー湯液などもかつては行われたが、 高血糖は予後を低下させることから下火になりつつある。血糖コントロール、硫酸マグネシウム常駐などがあるが、エビデンスを提示するまでには至っていない。最初の出血で3分の1が死亡する。さらに、血管連縮や再出血の影響が加わり、4週間以内では約半数が死亡すると言われている。また救命できても後遺症が残る例が多く、 完全に治癒する確率は、蜘蛛膜下出血を起こした人の中で2割と低い。発症後の予後に関連するものとして、世界脳神経外科学会連盟は意識レベルの程度による重症度分類を提唱している。これは、グラスゴーコーマスケール及び局所神経症状によって5段階に分類する方法である。この分類において、 グレード3とグレード4の間には予後に大きな差があるとされ、特にグレード V は致死率がほぼ100%であるとまで言われている。そのため、グレード4以上の場合は無意味であるとして治療しない病院も多い。ありがとうございます。